ヒ川田徹は、日本の政治家、元衆議院議員、復興副大臣、総務副大臣、衆議院東日本大震災復興特別委員長、衆議院科学技術、イノベーション推進特別委員長、民主党、民進党、国民民主党岩手県連代表、立憲民主党岩手県連顧問、自由形会代表幹事、岩手県議会議員等を務めた。 岩手県気仙群広田城生まれ、陸前高田市立広田小学校、陸前高田市立広田中学校、岩手県立森岡第一高等学校、早稲田大学法学部卒業。1977年、総大法学部を卒業し、陸前高田市役所に就職した。1995年、岩手県議会議員選挙に、新進党公認で、 陸前高田市選挙区から出馬し、初当選。1997年、新進党会党に伴い自由党の決闘に参加。1999年の岩手県議会議員選挙には自由党公認で出馬し、再選。県議2期目の任期途中の2000年、第42回衆議院議員総選挙に自由党公認で岩手3区から出馬。当初、 岩手3区では自由党現職の佐々木洋平が公認を受けていたが、自由党岩手県連が佐々木の公認を白紙撤回し、木川田を公認候補に差し替えた。そのため佐々木は自由党を離党し、保守党公認で岩手3区から出馬。岩手3区には自由党の木川田、保守党の佐々木のほか、無所属の中村地から自民党現職の志賀府志ら7人の候補が、 乱立したが、木川田が、自転の中村に、約6000秒差をつけて初当選した。2003年、民予合併に伴い民主党に入党。同年の、第43回衆議院議員総選挙では、岩手3区で自民党の公認を受けた中村らを破り、再選。2005年の、第44回衆議院議員総選挙では、自民党に強い追い風が吹く中で、 自民党新人の橋本影響に比例復活すら許さず参戦。2009年の第45回衆議院議員総選挙では再び岩手3区で橋本を下し4戦。2011年3月、東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災により岩手県陸前高田市の自宅及び事務所が被災し家族や秘書を亡くした。同年5月20日、 衆議院東日本大震災復興特別委員長に就任。同年9月、野田内閣で総務副大臣に任命された。野田第一次改造内閣でも再任された。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に総務副大臣の辞表を提出し、 4月4日の持ち回り閣議で了承された。辞任後、木川田は毎日新聞の取材に答え、当初は辞任する意思はなかったが、3月30日に小沢一郎と面会した際に、岩手の議員として方向性を一つにしてもらいたいと辞任を求められ、小沢の復興への態度を確認するため、小沢の父佐柄と50年代付き合いのあった父母のために、 陸前高田市の仮設住宅まで昇降しに来るか、尋ねたところ、二つ返事であったため、辞任を受け入れたと語った。6月26日の衆議院本会議で行われた、消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で厳重、注意処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。 小沢一郎の側近であったが、震災を機に関係が悪化し、小沢を当主に決闘した国民の生活が第一には参加しなかった。小沢の民主党助席に伴い、民主党岩手県連代表に就任。同年10月、野田第三次改造内閣で復興副大臣に任命される。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、自民党の橋本や、 小沢の主導で決闘した日本未来の党が擁立した佐藤直美らを破り岩手3区で5選。2014年の第47回衆議院議員総選挙では再び岩手3区で橋本を下し6選。2015年1月に行われた民主党代表選挙では元幹事長細野武氏の推薦人に名を連ねた。2016年衆議院科学技術 イノベーション推進特別委員長に就任。2017年9月、第48回衆議院議員総選挙には出馬せず、引退する。2018年5月、国民民主党の結成に参加し、6月17日に岩手県連代表に就任した。2019年夏に予定される参議院選挙に対しては、岩手県選挙区において小沢一郎を率いる自由党などが、 元パラリンピック選手の横沢隆則の擁立を内定。これに反発した木沢橋武ら国民民主党、岩手県連は、木川田の擁立を主張した。候補者の調整に結論が出ないまま4月26日には、国民民主党と自由党が合併。国民民主党岩手県連は5月11日の県連常任幹事会で、木川田の擁立断念を発表し、木川田は、 県連に迷惑をかけたし、合併に意味を見出せないとして、離党と県連代表の辞任を表明。木沢柱も離党を表明した。離党届は同26日に受理され、翌6月には、木川田は立憲民主党に入党届を提出。6月12日の立憲民主党、岩手県連合設立に合わせて県連顧問に就任した。同年8月22日、 木川田は、岩手県知事選挙にて、立憲民主党も推薦する野党統一候補の、現職、田ッ拓也を、小沢一郎に近いとして支持せず、自公推薦候補の及川氏の応援演説に、立った。立憲民主党岩手県連合は、同月29日、木川田が、県連に提出していた、県連顧問の辞職届を受理し、9月14日には、 木川田を厳重注意処分にしたと発表した。2011年3月に発生した東北地方、太平洋沖地震に伴う東日本大震災において陸前高田市の自宅及び事務所が全壊して津波で流され、妻とその両親、長男、公設、第2秘書の男性を失った。同じく被災地にいた長女は無事だった。木川田自身は震災後、 この件に関する発言を控えていたものの、3月22日に政府の震災復興、福島第一原子力発電所事故への対応の遅さや被災地、福島原発への視察を悪天候を理由に中止した首相の菅直人を強く批判した。この震災では唯一に苦心をなくし、また仮設住宅に入居した国会議員である。 2016年11月25日、木川田が代表を務める民主党岩手県第三区総支部は、大相撲一の席場所のチケット代を政治活動費から支出していたことが明らかになった。ありがとうございます。